さあ、クリスマスローズなんですけども、さらに、芽がですね、出てきてます。ここ、さらに芽が、ここに、別な葉っぱが出てます。別な鉢で。ですね、これはないか。これはないね。もう一つはですね、どこかにありましたね、芽が。ちっちゃい芽が。だんだん出てきます。まあ、これは言いましたよね。これはここに出てますよね。その他にですね、出てきているのが、あれ、見ました？ほら、やっぱり毎日違いますよね。毎日ちょっとずつ違うんですよ。芽の出方が。あちらも。毎日少しずつね、大きくなってるんです。成長してますね。もう一つですね、どこだったかな、芽が出てたのがあったんですけど、これでしたね。これがなんか発見したやつがこれでしたね。これです、日々成長してますね。はい、クリスマスローズ日々成長してます。こんな感じです。まあ、こいつぐらい成長すればもう全然怖くはないんですけどね。あと一つ報告です。まあ、ここにあったやつ、まあ、ちょっと腐れてたんで上切りましたけど、これと、ここに二つあったんですけども、一つはですね、もうやっぱり完全に腐れてました。もう根っこも何も真っ黒でした。もう一つはちょっと切りました。切ってみました。でも中こういう感じです。まだなんとなく、大丈夫そうな感じがするんで、これもうちょっとこのまま様子見ます。こんな感じですね。はい、まあ、皆さん頑張ってます。私含め、はい、ガーベラの方なんですけども、やっぱりですね、葉っぱを切りましたらですね、なんか花がですね、どんどん立ち上がってきてます。これも立派なのが立ち上がってきてますね。黄色とこの赤の方にも立ち上がってきてます。白の方にはまだちょっと立ち上がる感じがないですけど、でも芽が出てます。なんか知らんけどここに出てきてます。やっぱこれ光ですね、絶対。やっぱり言った通りですね、葉っぱちょっと間引きしてあげた方が全然いいみたいですね。光が当たって、はい、あとこれなんですけども、わからないって言ったんですが、多分なでしこだと思うんですよね。なでしこ花がですね、立ち上がってきました。こんな感じのちっちゃい花ですけど、これなでしこですよね、絶対。もう種類はですね、こっちのなでしこの、このなでしことか、あ、これですか、このなでしこ、これとかもまたちょっと違うんですけども、絶対これナデシコですね。なんかね、この花がですね、あそこにあるこれもこんな感じの花を咲かしたんですね。多分これナデシコですね。まあ、育ってくれるでしょう。今日はですね、20日になりました。チェリーセージ、セージの方はもうやっぱり花びらずいぶん落ちましたね。青い葉っぱが目立ってきました。バラなんですけども、なんかやっぱりしなびたやつちょっと安く買ってきたんですけど、やっぱりそれダメでしたね。前に買ったやつはいいです。もうこれ花び、あのつぼみ、これつぼみついております。白い、粉ちょっとついてるんですけども、うどんこ病ちょっとかかりまして、今薬いっぱい振っておりますんで、ちょっと白っぽくなっております。でもこれもうつぼみ出てますんで、間もなくあと咲くと思います。こっち行きまして、こちらの、ミニバラ、先ほどもミニバラですけど、このミニバラはまだつぼみないです。これは、
この間購入しましたレオナルド・ダ・ヴィンチ、はい、目が結構出てきましたね、この辺の目が、はい、と鼻もこんな感じでなってきました。実は切り花、これ前回これもう一つあったんですけど、大きいやつ切り花にしましたんで、ちょっとそちら見ます。こちら先ほどのレオナルド・ダ・ヴィンチの切り花です。これ部屋でちょっと飾っております。かなり開いております。私の手がこのぐらいですから、かなりありますね。多分12、3センチぐらいは大きいです。とこちらの方は今からご紹介する、この間も紹介しましたけど、切り花でこっちちょっと持ってきました、うん、こちらの方も、まあ、だんだんこのまま咲いていくのかなと思います。この間ですね、これちょっとなんか立ち枯れみたいな感じになりましたんで、ちょっと全部植え替えました。で根がしっかり回っちゃってましたんで、根も少し本当は崩してダメなのかもしれないんですけども、ちょっと崩して、植え替えしました。なんかいいような気がします。もうこれで3日ぐらい経ちます。これも同じく、この間ですね、あれと一緒に、先ほどの白いのと白と赤の、なでしこと一緒に、こちらの方も植え替え全部しました。鉢は同じですけども、土は全く違うものを入れました。とこちらの、この間の娘からもらった、カーネーション、これの方もですね、すっかりもう根が回っておりまして、これの方もちょっと、なんか大丈夫かなと思いながら、根を半分ぐらい崩しまして、新しい、全く新しい土に植えました。これも3日ぐらいしておりますので、全然大丈夫かと思います。これもね、立ち枯れみたくなったんですよね。多分そういったのがあるのかなと思います。あとミニガーベラ、この間言いましたけども、こう切りまして、やっておりました。こんな立派なのが、花、いいですよね。立派になりましたよね。やっぱね、なんかやっぱり、そういう風にした方がいい感じですね。根元にこの太陽を当てた方がいいような感じがありますね。あと、白、黄色が、まあ、黄緑っていうかね、まあ、生えてきてもらえれば、本当に嬉しいです。バラの方なんですけども、最近風強いので、全部こちら、方に移動してます。つぼみでっかくなりましたよ。ほら、このぐらいのつぼみになりました。このぐらいです。結構でかくなりましたでしょ。これも大きいですよ。ほら、ね、これはうちの女房が挿し木した、バラです。こちらの方はですね、前回の一つ一本枝が折れてしまったバラですけど、このつぼみも結構大きくなってきましたね。こんな感じです。先ほどあそこに切り花にしたバラです。黄色いバラ、こちら、名前の方がですね、ビュータ、なんだこれ、ラドルチェビュータ、ラドルチェビュータっていうなんか花みたいですね。でもすごいタワーになっております。あとはこちらですね、これもこの間買ってきました、ガーデナー、なんかちょっと花開いてはきてるんですけど、まだまだ、そんな感じなんですね。あとこれ、うちの妻はやりました、挿し木しました、まあ、3年からそれ以上経つのかなと思いますけど、あです、こちらの半分開いております、挿し木した、私が挿し木したバラですけども、こちらの方も、普通に育ってるような感じです、普通に育ってるような感じです。多分このまま行くと思います。はい、クリスマスローズ、クリスマスローズはですね、芽が順調に伸びております。順調に芽が伸びております。向こうも順調に伸びておりますね。うん、いいですね。感じがいいです。あそこの芽も順調に伸びてます。いい感じです。このちっちゃいのも、こ
これ見えますかね、ここにあるんですけどね、ここにあるんですけどね、これです。この芽なんですけども、これも順調に伸びてくれるとありがたいです。まあそんな感じですかね、はい、大体そんな感じです。これとこれは相変わらず、これは相変わらずこのままです。そろそろ水あげないとダメですね、クリスマスローズ。はい、柑橘、柑橘です。柑橘も育ってます。大きくなりましたね、これ少し。はい、続きまして、はいはい、クレマスです。クレマスの方につきましてはですね、お、クレマス花開いてきました。見えますかね、これ、ほら、クレマス花開いてきましたね。クレマス花開いてきました。これです、これです、これです。花開いてきましたね、楽しみです。では以上です。